ジオネーム片岡さんからメッセージくださいました。エミさんはじめまして。突然ですが、エミさんの大好きな四字熟語を教えてください。ちなみに僕は気分転換です。リクエストはダイアリーダイアリーです。これからも頑張ってください。ありがとうございます、片岡さん。片岡さんの四字熟語、気分転換いいですね。面白いですね。気分転換は大事ですもんね。私の好きな四字熟語はですね、一期一会ですね。特にライブだな、私の場合は。初めて会った人でもこれが最後かもしれないと思って、これが最後かもしれないと思ってライブをしますし、その時が最後かもしれない、もう会うことはないかもしれない、その時がもしかしたら最後かもしれないって言うて、いうふうに思ってですね、そうだな、思ってします、そう思ってします。次はないかもしれないと思ってライブの時なんか特にそうですけど、ライブをしますね。そういうふうにか思いながらやっていますね。片岡さんありがとうございます。ということでライブ告知をします。5月16日日曜日、大阪城公園 FM ラジオ81ボイスラジオ収録付きライブ司会と取りをします。昼の1時から5時まで、私は4時半ぐらいから20分間、私は最後に歌うんですけど、最後はだいたい夕方の4時台にありますので、4時台に歌います。4時台に20分間歌います。観覧無料です。10月7日の日曜日、大阪八尾の四季駅からすぐ四季うどんといううどん屋さんなんですけど、前売り券1300円、ワンドリンク込みです。これは当日券は1500円、ワンドリンク込みです。私は夜の7時ぐらいからね、30分間出番になります、出演になります。これは予約制なので、四季うどん検索してくださって、四季うどんへ予約してください、お願いします。11月の25日の日曜日、大阪城公園 FM ラジオ番組エニワンボイス公開収録付きのドライブになります。これも司会取りです。1時から5時までで、私は4時台に歌います。12月2日日曜日、北海道札幌ホットタイム、お昼開催、12時オープン、12時半スタート。前売り券2500円プラスワンドリンク、当日券は3500円プラスワンドリンクです。当日券は出ないかもしれないです。前売り券は1ヶ月前にソールドアウトになる可能性があります。前売り券を予約して申し込みしてくださっている方が確実です。もし興味がある方は私に DM やらメッセンジャーなどで、ホームページのメールでもいいですし、メールください、よろしくお願いします。今週の曲は片岡さんのリクエスト曲です。ダイアリーダイアリー。